人と人、世界の中の日本。再認識された自衛隊の存在意義、そして国の防衛の重要性、そしてこれほどリアルに絆を感じた年はありません。日本人の誇り、自衛隊員の誇り、日本人の心と心が絆となって共鳴し合う、そんな現場がそこにはありました。2011年、日本にとって歴史的意義を持つ年となりました。3月11日、東日本大震災が発生しました。大地震は国内観測史上最大規模のマグニチュード 9.0 を記録しました。それに伴って発生した大規模な津波、そして福島第一原子力発電所事故。日本にとってまさに未曾有の震災でした。防衛省は迅速に初動から総力を挙げて災害救助、復旧支援活動を展開しました。この困難の克服をはじめとして、世界に対して日本の姿勢を行動で示すべく、防衛省では数多くの取り組みがなされてきました。そこには自衛隊員としての誇り、そしてたくさんの絆が生まれたのです。3月11日14時46分、東日本大震災発生。宮城県の東南東沖130km の海底を震源とする大地震は、観測史上最大規模のマグニチュード 9.0。 震源域は岩手県沖から茨城県沖まで南北に約 500km、 東西に約 200km という広範囲に及びます。その後、広範囲にわたり津波が発生。最大遡上高は約40メートルに達し、東北から関東の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらしました。死者は15,846人、重軽傷者6,011人、行方不明者は3,317人に上ります。地震と津波による被害を受けた東京電力福島第一原子力発電所では、全電源喪失による放射性物質漏洩を伴う重大な事故に発展。日本は一日にして窮地に立たされたのです。震災発生を受け、同日14時50分、防衛省は災害対策本部を設置。14時57分には海上自衛隊大湊航空基地から UH-60J を発進させたことを皮切りとして、救助・偵察のためのヘリコプターや飛行機を即座に発進させました。陸上自衛隊機 UH-1 が捉えた何波にもわたって押し寄せる津波の映像。報道機関に迅速に情報を提供し、国民への注意喚起につながりました。災害発生から4ヶ月間、最大約10万人体制での救援活動が続きました。この活動では、即応予備自衛官及び予備自衛官も大いに力を発揮しました。
見された隊員は陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊合わせて延べ約1066万4000人に上りました。諸外国163の国や地域、43の機関が支援を表明し、29の国、地域、機関から救助隊が現地入りしました。また53の国、地域、機関から救援物資が届けられました。特にアメリカ軍は活発な友達作戦を展開しました。大きな被害をもたらした福島第一原子力発電所事故。原子力災害対策本部長、総理大臣からの要請により原子力災害派遣命令が発出され、陸上自衛隊の中央即応集団が中心となり事態に当たりました。原子炉や使用済み燃料プールへ冷却を目的としてヘリコプターからの放水活動、消防車による放水活動を行ったほか、原子力発電所周辺のモニタリング作業、周辺地域の行方不明者捜索活動を行いました。こうした災害派遣活動の中で人命救助、行方不明者の捜索、輸送支援、生活支援、応急復旧支援、原子力災害対応など幅広く活躍した自衛隊の災害救援活動。こうした活動の結果、人命救助19,286人、ご遺体収容9,505体、物資輸送約13,900トンに上るほか、給水支援は約32,985トンと大きな成果を果たしました。防衛省は8月31日に大規模震災災害派遣を終結、そして12月26日に原子力災害派遣を終結し、その任務を全うしたのです。我が国は我が国の防衛のため自らの適切な防衛力を整備するのみならず、諸外国との協力と対話の推進を行っています。その中でも日米安保体制は我が国の防衛の柱の一つです。そして日米同盟をさらに進化発展させるべく、6月21日に日米安全保障協議委員会2+2が開催されました。また第10回 IISS アジア安全保障会議などにおいて、東アジアの国々と防衛省会談が行われました。日米安全保障体制は日米同盟を基軸として50年にわたりその関係を積み上げてきました。2011年6月、日米安全保障協議委員会2+2が開催されました。共同発表においては、同盟の絆を深めるため、これまでの共通戦略目標を見直し、ロードマップの補完と着実な実施を確認しました。そして東日本大震災および原子力発電所事故への対処における日米協力が日米同盟の進化に寄与したことについても確認しました。他方、アジア太平洋地域の
平和と安全を確保するためには、二国間および多国間の対話と交流、協力の枠組みを強化することが重要です。2011年6月3日から5日にかけて、第10回 IISS アジア安全保障会議シャングリラ会合が行われました。会合ではアジアにおける新たな防衛政策と能力と題して、防衛大臣よりスピーチを行い、積極的な情報発信を行いました。また本会議に際して、米国、インドネシア、ロシア、オーストラリア、韓国、中国、シンガポールおよびベトナムの国防相などと二国間会談を行いました。米国が主催するパシフィックパートナーシップに参加し、東ティモールおよびミクロネシアなどにおいて医療活動などを実施し、国際緊急援助活動などでの医療技量の向上、関係国間の相互理解、協力の推進を図りました。コブラ、ゴールドイレブンといった多国間共同訓練などを通じ、防衛協力の基盤を作っています。日本は日米同盟を基軸に、二国間多国間の対話交流をさらに強化するため、さまざまな分野での国際社会への貢献活動を実施しました。国際平和協力活動などにおいては、積極的に取り組む姿勢によって、国際社会の平和と安全に貢献する上、諸外国への日本の自衛隊の能力を示す機会ともなり、日本の信頼性向上につながる活動といえます。日本は2011年どのような活動を行ったのでしょうか。ソマリア沖アデン湾、近年この海域では機関銃などで武装した海賊による民間船舶への襲撃事案が多発しています。2011年における海賊事案発生件数は237件と、昨年の219件を上回っています。2009年以降、自衛隊では海賊対処法に基づき、2隻の護衛艦と2機の P3C 哨戒機を派遣し、船舶の護衛並びにアデン湾における警戒監視を実施しています。日本のみならず、世界経済にとって重要な本海域において、自衛隊の行う海賊対処活動は国際社会に大きな安心感を提供しています。国連平和維持活動への協力も活発に展開されました。南スーダンの分離独立に伴い、同国の平和と安全の定着などの支援のため、12月20日の安全保障会議と閣議で、国連南スーダン共和国ミッションへの施設部隊など派遣を決定。2012年1月11日から順次部隊を派遣、現地で宿営施設の整備にかかっています。ご覧峠派遣輸送隊三島陸佐指導権された43名、および警備43名は一組で目を離しました。その他にも、ご覧高原、ハイチ、東ティモールで活動している自衛隊の PKO 活動への貢献に対し、シャイと今後への期待が高まっています。2011年は1991年のペルシャ湾機雷掃海部隊の派遣から20年の節目にあたりました。防衛省は12月12日に自衛隊国際協力開始20年と銘打ったシンポジウムを開催し、
自衛隊の海外での活動の実績や意義、今後の課題について熱心な討議が行われました。大きく揺れた2011年の日本、その中でも自衛隊は力強くさまざまな活動を展開しました。そこには新たな未来を切り開く原動力、日本の底力が感じ取れるのではないでしょうか。大臣、副大臣及び政務官着任の様子など各種行事について見ていきましょう。大臣、副大臣及び政務官が着任されました。那覇市での不発弾処理作業を行いました。富士総合火力演習を行い、多数の見学者が訪れました。野田佳彦首相を観閲官として迎え、航空観閲式が行われました。札幌雪まつりでの石像作成支援、地元マラソン大会の支援などを通じて地域社会との調和を図り、地域に貢献しました。